クローバー、ビーズ折り機、基本の使い方、基本の折り方。横糸約 1.5 メートルを針に通し、糸端を15センチほど残して左端の縦糸に結びます。横糸を縦糸の下にくぐらせます。図案を左から右に見ながら1段分を針に通します。ビーズを縦糸の下に移動させ、指で押し上げて縦糸の間に1個ずつ配置します。ビーズを指で押し上げたまま縦糸の上を通るように針を針穴側からビーズに入れます。2段目からも同じように折っていきます。モチーフが折れました。横糸のつなぎ方、旗結び。新しい糸を下にして持ちます。新しい糸で輪を作ります。元の糸端を作った輪に通します。両方向から一度に糸を引き締めます。実際の横糸をつなぐ場合は糸端を5ミリほど残して切ります。作品の巻き取り方、折り進んで折る場所がなくなったら作品を巻き取ります。手前側の糸掛け棒のストッパーを抜きます。糸掛け棒のノブ A を緩め、櫛部が水平になるようにノブ B を回します。両方の巻き取り棒のノブ A を緩め、紙をセットして巻き取ります。均一に巻き取れるように折れた作品の下に紙を敷いて一緒に巻き取ります。こうすることによりビーズ同士の擦れも防げます。